市長西原茂樹のしげチャンネル。こんばんは。初めてなんでステレオでね今日なっちゃったもんね。いやこの副市長が来てくれた。今日ねクリスマスプレゼント私からの。サンタクロース忘れてたんで生で生副市長これ紙切れあるからそれでなんとなく今日サンタが今日あの持ってくるの忘れてたから今日は改めて本ちゃんの日皆さんにあのプレゼントをよろしくお願いします。じゃあ牧之原市の10あでパーソナリティのねさはい1年に1回ぐらいしか会わないですもんね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあ今日はそうだよね、はい、どっちかだもんねやってここにいるのがね今日私は両手に花こっちからすると両手にイケメンいいですね、はい、よくそうやってさ言えるね、はい、すごいねやっぱね両手に美男子ですねはい、はい、さあ行きましょう、はい今日は牧之原市重大ニュースということではい、はい、今日重大ニュースあるもんだから、はい、で僕一人じゃ大変だけど副市長と二、はい人であの重大ニュースこれはあの、はい、職員の皆さんが、各部署から選んでいただいてで最終的にあの市長の独断と偏見でそのね上がってきたやつをあのまとめて、しましたあの早い順ってことでいきましょうあ時期の早い順です、ねはい、まず第1位がですね、はい、これ重大ニュース一つ24年にね、平成に23年東日本大震災が起こって、24年に市民みんなで津波防災まちづくり計画っていうのをやりました、はい、そして、その次の年に実施設計して、もう国からお金をですね、2分の1とか3分の1、1つにあたあのいただくもんだから、それで急ピッチの整備をして、今ね、命山が2か所、ね、それから津波避難タワーが9か所、だから津波避難ビル、これ、商工会ね。それから避難地、避難路10カ所。これがね、今年度完成しちゃった。あと、30年度までに、すべての予定したこの計画ができますから、あと残った、この海岸線の防潮堤があるんでね、その防潮堤については、ね、県が施工するんで、県の方に早くやってくださいということを要望していきます。はい、これが一つ目です、はい。はい、ありがとうございます。では、二つ目です。はい。はい市民力によりますと新たなイベントの開催ということで、はい、今年はあの田原港商工あるいは自転車のシグロクとかね、うん、あとあの世界お茶摘みスポーツ選手権っていうようなこれこれそうだよねこの絵がお茶摘み選手権、うん、本気で摘むやつ名前がすごいじゃん世界、うんいいで, すね、でもねすごくマスコミ来てねすごくテレビ全社、取材入りましたすごい、はい牧之原市が大々的に支援あんまりしてないんですね。お金もいやもう本当に市民力がねアップして、すごい盛り上がったイベントでしたね。来年はさらにパワーアップすると聞いてますので、はい、はい、楽しみです。はい、それからですね、中国です。あの富士山静岡空港がある牧之原市に、はい中国路線それから韓国台湾その中でやっぱり中国はね路線がたくさんあって大勢のお客さんが見えてくれています、うん、そういったこともあってなんせ牧之原市が頑張れやねんってことでずっと中国のですね政府関係者とか小学生中学生それがここ何年か来てるんだけど書道家ね小学のね書道家の皆さん来て交流やってるんですよ、うん、そういうたくさんの交流をしながら、最後に我々が目指すものは中国今ねまあ経済いろいろあるけどね景気いいんですよ。お金持ってるんですよ。でお金持ってる人たちが日本は1億人の中の 何十万とか何百万でしょ。中国は14億人いるんだから、うん、その中でお金持ちがね何千万っていう、うん、でその人たちが今やっぱり海外にいろいろな投資をしたいって、ね、投資するんだったらぜひ日本へどうぞ日本だったら牧之原市どうぞいうようなことで、うん話をね地方創生事業の国の予算でやってたら、はい、中国の皆さんものすごく関心持って、うん、もう中国 の人民日報とか新華社とかねああいう人たちが牧之原市来て泊まりで取材して中国を発信してくれるの日本の国内じゃ出ないけどね、それから中国大使牧之原市来て経済とかそれからオリンピックの、ね、ホストタウンなんかもねぜひお、ね、一緒にやりましょうって提案いただいてるんで、うん、まあ去年これ非常に、ね、花開いたんで、まあ来年というか来年度はね、うん、これをさらに実りのあるものにしていきたいというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次です。続きまして、子育て支援の施策の充実ということで、はい、うん宝田子ども育成プロジェクトを進めています。そういった中でこの4月から、はい
子育ての、ね、連携システムということでマキハムをスタートしました。これはあの子どもの、ね、生まれてからお腹にいる時から、うん、あの検診とか予防接種、うんうん、あるいはいろんな子育ての支援の情報をね保育園に入るとか学校から保育園からの情報を発信するシステム、これは静岡県で初めて牧之原市が導入しました。全国で7番目ということで、あります。またねここに載ってる写真は、妊産婦さんが子供を産んだ時に3万円のね助成をしましょうということで、今年この支援制度を始めました。さらに牧之原市は商工会の商品券ねを出しますので1割商工会がそこへ、アップしてね3万3000円のお買い物ができるということでございます。はい、素晴らしい。はい、しやすい街になったらね、はい、いいですよね。どんどんやってますからね、はい、あとでも出てくる、はい、あとね、あの待機児童ゼロ対策っていうことで、あの認定子どもにね、はい、幼稚園の皆さんにね、灰原学園さんとあの実り幼稚園でも、うん、認定こども園ということで0・1・2歳の受け入れをスタートしました。牧之原市は待機児童が今ありません。お、はい、素晴らしい。じゃんじゃん来てください。はい、お願いします。お次です。経済の話ね、はい、ね、これあの道路なんだけど、はい、あの一丁滝田線って言って、あの鈴木自動車の大きい子じゃでしょ、はい、鈴木はね小型車いいんですよ。ソリオ、スイフト、イグニスって車がね、うん、あのかなりあのあれでキーはちょっと調子悪いんだけど、はい、あの相良工場もうフル稼働、うん、ね、2交代でフル稼働やってるんですよ、うん、でフル稼働やったら何が問題かっていうと、地元の皆さんにとってほら車で帰ってくるから渋滞が大変でしょ、うん、で入り口が今まで1カ所だったのね、南側からの、うん、でなんとかその工場も作るから、これは鈴木修さんとの約束で北側の道路を作りますよってことでね、約束してた。そうすればもっと工場を大きくしますって言ってたから、何としても作ろう、ね、3年、まあ、あの21年からスタートしたんだけど、ここ3年、国からねガーンとお金いただいて補助事業であのやりまして、完成しました。だから北側からの入り口ができて、はい、交通渋滞はなく、しかも時間帯があの朝の早い時間でずれてるのだからね、あの非常にスムーズになりましたけど、この後の工事も実は国と、これ地元の茨城さんって大臣がね一生懸命頑張ってくれて、はい、なんとか来年度1年ってわけにちょっといかないけど、もうちょっと伸びるかもしれないけど、最初は5年ぐらいかかるかなって言ってたのを1年ちょっとでね今やろうと、国も行きましょうって、あんまり確約じゃない、読むなんて言うけど、こっちはそのぐらいの意気込みで、そうすると他の企業なんかも、うん、あその企業が来たら交通体系がいいなところだなっていう、ね、ことになるんで、しっかりやっていきたいというふうに思います、はい、他の企業もいいですよ、あの周辺の企業もですね、皆さん非常に好景なんで、うん、頑張ってやっていきたいというふうに思います、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてですね、6つ目です。はい、6つ目、市内光ファイバー網が 100% 整備されます。楽しみですよ。来年の4月からスタートです。はい、はい、あのこのですね、今もう12月に、この地頭型地区それから萩間、牧之原、勝俣、坂部、この 5局ねの皆さんに説明会をやってですね、この整備された後ですね、随時も、導入の各家庭への、うん、配線のね光ケーブルの工事がこの年度内にももう始まります。年明けから始まります。で12月末までに申し込むと、うん、安くなるよみたいなね、そういう特典があるみたい、だけど年が変わってもどうもその特典は継続してくれるみたいなんだけど、なるほど、なるほど、はい、いや、事務所って言ったらあれだよ、事務所欲しい高橋が責任取ってもらうな、NTT とドコモと、うん、それから東海さんと、うん、それからソフトバンク、うん、この4社であのお願いして、まあ、いろいろその、あの、なんていうかな、会社によって特典がいろいろ違うみたい、うん、へね、ですからそれぞれね、いろいろ勉強していただいて、はい、何が一番得か、はい、それぞれ違いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 100% ですか、ね、いいですね、はい、行きます、はい、はい、次、あんまりこれはね、あの嬉しい話じゃないというかね、こんなことあっちゃいけないんだけど、浜岡宮原発だね、うん、原発が万が一何かあった時に、あのその、5キロ圏の人はすぐ逃げなさいよと、逃げるときに薬飲んで逃げなさいよってことですね。それが安定
洋素剤、これがあの国の指示で県が配布をしました。これもちろん市が一緒に立ち会ってわけなんですけれども、あの地頭方地区とか相良地区の皆さんに、これを一条配布したんですね。で私もね、住民だからもらいに行ったの、並んで、はい、それで並んでね、あってもらうんだけど、もらってね、安心感というよりね、待てよ、この薬飲むときはさね、ひょっとしたらもうふるさとに帰れないって言って覚悟を決めてゴクンと飲んで逃げるかなと思うとね、やっぱりそんなことはあっちいかんなというふうに思いますし、これもう一つは、例えばえあの大沢の人がもらえるんだけど杉山の人もらえないとかね、で萩間川挟んで大江の人もらえないとか、それおかしいじゃんってね。牧之原の人は少なくとも全部一緒にもらえないとかして、これ県と国ね、もう非常にね協力にも要請してます。勝手にやるとね、また怒られちゃう。勝手に配る、うん、でそういうことでありますんで、はい、一生懸命これも取り組んでいきたいというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、では続いて、8番目。はい、はい、この11月にですね、公共施設マネジメントの基本計画が策定されました。これ何かっていうと、はい、まあ、人口減少がねこれから進んでいくという中で、公共施設は床面積がね、学校も子どもがもう20年前に比べたらもう子どもの数半分というような時代なんで、このあとねずっと20年間で、この公共施設の床面積を2割減らしましょうという計画で、あります。そんなことでですね、まあ、総論賛成、各論反対にはなってくるんですが、まあ、この計画策定にあたっては多くの市民の皆さんに参加をしていただいて、できましたということで、まあ、特に学校施設はこの公共施設の床面積の4割を占めるというような状況なんで、まあ、これから学校施設をここからどうしていくかということをですね、本格的に議論していくということで、進めています。はい、はい、さあ、あとね、あと2つあるんだけどね、はい、あと2つ、なんだと思う12月にね、はい、今月私、サーフィンの私的サーフィン市長、あれですか。そうなんだ、ね、あのお話ですか。サーフィンで、ね、本当はね、じゃーん、サーフィン泣きながら決定とかね、それからダーン、ホストタウン決定ってやりたかったんだよ、僕も。本当です、本当です。ああ、プロサーファーがいるのにさ、本当申し訳ない。本当です。2人で頑張ってね、はい、3件まで行って、はい、アギレ会長に直談判したんだけど、はい、残念ながら千葉県の一宮に取られてしまいました。申し訳ございませんでした。申し訳ございません。それだって重大ニュース上げられないじゃん、ダメでしたってのね。でも本当に残念でした。はい、本当に残念で、ね、でも、ね、でもまだホストタウン、PR できたし、はい、ホストタウンもあるから、はい、でホストタウンはうちもそれから下田も出したんだけど、みんな継続審議、はい、なぜかというとね、追加種目だったから相手国の、はい、まだ競技団体としてさ、しっかりできてないわけね、いわゆるオリンピック組織委員会の中のその国の中に入ってないとかいうこともあるんで、はい、対応がね、なかなかできないということで、まあ、時期が来年の6月ぐらいかな、そうね、その時期までね、だから今から作戦を組み直して、しかし、私たちはね、これをきっかけにして、例のウェープ、プールとか、あるいは海岸の、いわゆる活性化ね、これをね、ガンガンやろうっていうことを考える。そうですね。そのガンガンやるための、はい、じゃあ、はい、他に何だと思う？私的には、うん、私的に渋谷の、おし、で、あ、すごいな。だってすごいね、これ。すごいですね。すごい。感想は、感想は、うん、びっくりしましたよ。はい、すごく嬉しい。ね、安いもんね、3500円ね。席座って。パソコンもそう、あれ USB で電源取れるし、Wi-Fi だし、そう、3500円だ、ね、そう、ちょっと時間があればね、もうそこ、行ってきますみたいな、送り迎えする人も楽ですよ ね。この間なんだっけ、その土曜日の朝一の6時出発はね、100% なんだって、ほとんど。へえ、うん、それから帰ってくる帰省のね、うん、人たちもそれ乗るから結構いない、年末はね、うん、満席なんだった、はい、うん、へえ、一回使おうと思って、一回使ってください、はい、暇な時に使って、はい、はい、だからね、これはすごい快挙ですよ。だから行くのも便利、もちろんね、うん、でも逆に言うとね、東京の人たちにこの海にサーフボードをね、うん、持って、例えば金曜日の夜もう12時に着いたっていいじゃん、そうですね、どっかの日ちょっと泊まって、はい、うん、1日やって次の日の昼朝
切り替えていけばできるんですよ。だからサーフはこれいいってね、話出てた。サーフボード、うん、あサーフボードも積んでね、積んでお金取るなって言ってきた、この間東京さんに。本当ですか。そういうサービスよね。バスの、バスのあの中の中入るでしょ、下へ、トランクへ、トランクの、なるほど、そういう話してきてるから。じゃあサーフボードとタオルと持って、うんうん、バスに、それと歯ブラシと、それは違うか。まあだからすごいですね。ね、それからお茶摘みの時はずっとお茶摘みで来れるし、なんせお年寄りもね、新幹線で乗り込んで階段やって切符をねどうして、すごく大変ですよ。乗り換えが、それは渋谷の駅から相良の営業所、静波の海岸一発、すごいですね。これすごいでしょ。これはすごいです。これはすごい。そうだから、うん、日中のイベントっていうか、うん、夕方からのイベントをこっちで組めば、うん、泊まりがけで来てもらって、夕方からのイベントやってそのまま泊まって、うん、って、うん、だから僕たちのね、この牧之原っていうのは、ね、東京と直結しました、うん、そしてもう一つ何と言います、じゃーん、チャッキリ茶太郎、これやったっけよね。はい、ましたね。橋幸夫さん、はい、一昨日ね、一昨日私ね、橋幸夫さんにね、牧之原茶親善大使をね、授けるっつってね、任命しちゃったの。あ、はい、あそこに大きな、そう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 、ありますが、ね、歌とかね、あれ言うと時間ないから今日やめたんだけど、はい、橋さんがもうお茶大好きだから、うん、私がもうね、日本中世界に牧之原のお茶を PR しますね、言ってくれて、ね、歌もいくらでも使っていいですよ、ね、これ使って、看板使っていいですよって、すごいでしょ。だって、この、まあ、チャッキリ茶太郎っていうのは、牧之原の出身で、ね、茜田好きに菅野笠の彼女がいてさ、ね、恋に落ちて、ね、その彼女がさ、大棚へ嫁いじゃったんだよ。恋仲だったから、はい、俺、ここに入れないからっつって、西国に旅入れて、で、西国から帰ってきたの、お茶売って帰ってきて、で、さあ、牧之原帰るんで、と思ったけど、帰るんで、俺が帰ると、はい、ね、またいろいろ、茶太郎さんってさ、うん、こっちは来ちゃ困るから、はい、私の先を東に向ける、帰らないわけ、ね、帰るに帰るの牧之原、牧之原、なるほど、なるほど、その、ね、この歌とね、この渋谷ライナーでね、もう牧之原に何て行きましょう。そうですね、一緒にお客さんやってますから、ね、ね、はい、もう茶太郎なんか人気にあやがって渋谷ライナーで、ね、いい年にしましょうよ、流れに乗って、はい、はい、あっという間に時間ですね。ぴったり、はい、じゃあ1年どうですか。ありがとうございました。あの本当にこうしてね、あのやれて嬉しかったし、あの副市長今日デビューで、はい、デビュー、どうですか、いいでしょ。いや、いいですね。あとで見てみて、あとで反省だらけ、反省だらけ。じゃあまた来年も、はい、そうですね。あのまずね、年の初めに元旦の日に相良サンビーチでイベントがあります。初日の出最高ですよ。ぜひね、私も出ますし、福祉もみんな来ますんで、はい、あの初日の出来てください、はい、あの片浜海岸とかね、あの静波も全部いろいろやってますけど、はい、あの市のイベントの大きいのは三日かな、ね、はい、私います。はい、甘酒も出ますよ、ね、あ、それから塩も配る、塩も配る、縁起の縁起塩も、お賽銭あげた人だけね、あ、うん、なるほど、その日だけのあの鳥居ができる。あ、ですよね。あ、行ってみたい。はい、お願いします。はい。はい。それでは、また来年もよろしくお願いします。お願いします。良いお年を。良いお年を。メリークリスマス。いろいろですね。はい。